読みです。たまにター、スタミナなら丸出しで来るはず。スタミビコンチャ、スタミビコンチ、イカラク、ヨー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 元気ですか。カメラが金玉にせる角度に、弱い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 今日立った状態での配信になると思うんだけど、ちょっと明日にプリフェスが終わってしまうということで、アーチャーだけやってしまうかなっていう。あ、報告としては局所麻酔じゃなくて全身麻酔で手術をして副作用で苦しんでた感じですね。で多分今日配信できないぐらいにはマジ痛いんだけど、いやでもガチャしたくてさ、ゆっくり行こうぜ。あのね、ジュエルとしては一応3万貯めたかな。よいしょ。はい、全身麻酔しますねって言われて、あ、そうですねって言われて、はい、じゃあ数数えます。1、2とかなんか多分数えるんだろうけど、1で俺寝ちゃって、もうそっから全然記憶ないので、起きたらベッドの上さ、3時ぐらいに起きて、起きたらさ、もうめちゃめちゃ痛いの。もうほんとめちゃめちゃ痛くて、ここがこの切った痛みもあるんだけど、なんか出血するんだって、ここってすごく。だからテープでガッチガチに固めますよって言われて、あの金玉をさ、うえってされた時の痛みがずっとあるの。それがあの切った痛みよりその方が痛くて、はあ、俺このまま耐えらんといかんのかと思いながら、カテーテルなんてそんなん全然目立たんぞ、その痛みの方が痛くて、もう何もかもが混ざっちゃってさ、テープでギュッとされてる痛みと、切った普通な、切って普通の痛みってのも違うんだけど、切った痛みと、手術後ってこう自分を再生するためにこう熱を発して体が頑張るんだって。俺術後38度5分ぐらいあったの。だから内側からのこの痛み、痛みじゃねえな、熱さ、中身からほてってくるイライラする熱さ、あーあーっていう熱さでしょ。でそれもう一つ重なったのが、ストッキングをね履かされるの。なんか知らないけど、なんでか知らないけど、ストッキングを履かされて寝てるのが痛いの。なんでかっていうと、足をまっすぐにすると足で自分の球を潰しちゃうから、もう吐き気と痛みが襲ってくるのね。でこう体育座りにもできないの。ここの皮が張っちゃって切れたのが痛いから、もう詰んでるのね。だから足を絶妙な角度でこうやって曲げて耐えてないといけないの。でストッキングだからここが滑るの。だから筋トレしてる状態なのね。だから筋トレしてる状態だから寝れないの。俺このまま耐えるのは無理だと思って、でなんかね、あの痛み止め、こうやって酸素のやつがあるんだけど、痛み止めで体中が痒いの。体中が痒くてね、で書こうとして動くと足で自分の金玉を潰して、君たちも経験あるでしょ、あの金玉を打った時の吐き気が来るわけ。だから吐き気か痒みか、どっちを取るかって言ったら、俺は痒みを捨てる方を取るわけよ。だから全身痒いままこう耐えるわけ、書けないで書けなくて耐えるので、ちょっとでもこう動くと金玉潰しちゃって痛えの。もう無理だってなってくんの。つらー、きつー。楽しいこと考えよう、楽しいこと考えようってことにシフトしようと頑張るわけよ。で俺アイアンマン見たのよ。アイアンマン見て楽しめると思ったら、もう脳みそがマイナスの思考になってんのね。あのね、アイアンマンさ、お前戦ってるけど、戦ってる時に足とか痒くなったら書けんくね。
とかいう謎の思考になるのね。でそうしたらもう動悸が激しくなっちゃって、なんかマジで本当動悸がみたいになっちゃって、もう耐えきれんくなって、ナースからペンとしてピピ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 って呼んで、すいません、もうちょっといろいろ重なりすぎて苦しいんですけどって言ったら、あーさっき痛み止め打っちゃったんで6時間我慢してくださいねって言われて、ってなって、で俺6時間耐えたから、その苦しみ、かゆみ、切った痛み、自分の足で金玉潰す、この吐き気、体温の熱さ、全部耐えて、で俺ね昨日まで足パンパンでさ、それが一番辛かった。あの自分で工夫して寝ちゃえば楽なんよ、そんな苦しみないから。でも自分の足に力を入れながら寝るって人不可能なの。だからもう6時間息地獄、あー辛いと思いながら、こうやって携帯見てもう30分は経ったろと思って見たら10分しか経ってねえの。30分経ったろ、10分、さすが20分経ったろ、5分。まあでもその苦しみを超えてきましたよと。でまあかなり良くなった、本当にね良くなった、マジで良くなったんよ、耐えたよ。いやでもその通り、君言いたいこと言ってくれたね。こんなに耐えたから俺ガチャで報われるんよ、だって今から。神様頼む、マジで俺3万貯めたでよ。はい、それではちょっとプリゴレのガチャをパッて回していきたいと思います。今62レベル、病院で苦しみました、神様お願いします。いくぞ、初のプリフェスじゃ。しっかり3万貯めました。いくぞ、無意味、せめて無意味、いくぞ。まず最初の10回目、レッツゴー。田辺まあまあ一発目よ。あ、ちょテンション上げすぎた。いで笑うと玉の位置動くからな。お願いします。ちょメガネが使えなすぎる、前から思ってたよな。このアカウントガチャクソでさ、前回もこのメガネ全く働かんかったよね。いけ、お前にどんだけ金つぎ込んでても頼む。おい、なんだよこいつ、どんだけ貯めたと思ってんの、足らねえじゃねえかよ。おい、虹を持ってきてくれ、頼む。この女が使えなすぎる、神様見て、来た、頼む。よえー、いらねえ、うわー、いらなすぎる。俺もう3回回したろ、このゲームきつい。もう3回回したのか俺。あれ、家に帰ってロルとプリフェス回すのが楽しみで生きてたんだけど、こんな仕打ちある？お願いします。残酷だ、世の中残酷すぎる。こんな、見とらんのやな神様って。正常に機能してないんだなあいつ。たま1個ぐらい取ってきた方がよかったか。まだ足りんのか俺の苦労は。ちょ、今まで悪いことしてきた、してねえわ別に。マジで持ってこんこいつが、いよいよ本当に1枚も。俺に安心させてくれ、その走ってるシーンで。本当に持ってこんや。何やってんだよ。
え、本当にこんな出んの？え、君らはどうだった？まあじゃあ分かった、ここで聞こう。君らどうだった？出るんだな、しっかり出るんだな。やめとく。そうだな、回さんと出んな。無意味とか言ってんのがバカらしくなってきた。まずピックアップだけ引かせてくれ。まずはなんかもう、壊れてます。はい、壊れてます。僕のプリコラ壊れてます。ごめんなさい、壊れてます。一回これ言っとくか、一回これ言っとこう、様子見で。本当にゴミやん。え、怖なってきた。ちょっと待って。ああ、出て。マジマジ、本当のマジ。冗談なしで二次伝統しょげます、スタンミ。今後のモチベーションに関わるから。今後のプリコレのモチベーションに関わるから。嘘でしょ。逆に奇跡やない。こんな伝言ってあるの？このゲーム。あー頼む、マジで頼む。いくべ。はい。ありがとうございます。ちょ、どんちゃん、それ、あーどんちゃん、それをどんちゃん、それやるとカメラが落ちます。カメラが落ちたんだけど拾えねー、事故なんだけど。ごめん、配信を続行します。ちょっと一回マジでクラサイクする、マジでクラサイクする。早めに終わらすぞ。オッケー、もう起こり得ることは全部起きた。放送事故も加わった。さあそろそろ出てくれ。残りジュエルは1万5000と。さあ行きましょう、残り10回、レッツゴー。頼む、お願い。ちょっと待ってね、カメラが、あー、こんな出ないことあんの？クランの話になるんだけど、さ、俺が一番目につけたロル勢満員になってるでしょ今。で、スタンミ難民が満員でしょ。スタンミ難民が満員でしょ。スタンミ難民が満員になってて、新規かなりいるらしいの。俺こんだけ貢献してるのに、なんでこんなにガチャ出んの？来てくれー、さあそろそろ来てくんないと。もう立ってんのもきつい、立ってんのもきついです。嘘でしょ、待って動機が来てる。行動早いよ、事故だ、いろいろ。こんだけ出んのはネガキャンになっちゃうよ、申し訳ないけど。これ見てやりたいって思う人いません？だって次130年目でもこれでんかったらおかしいやん。出るべよ。確認していい？プリフェス中だよね。泣いちゃうかもね、怖くて。出んな、マジで。え、俺頑張ったよ、神様、マジで。頼む、140連目持ってこい。んだこいつ、クソはま、本当に仕事しねえ。やっとことん持ってこない虹を。
込みしか連れてこらん。どうしよう。あ、売り切れとかある、やっぱこのゲーム売り切れか。ならしょうがねえわ、君らに惹かれきったんだよね。それだったら納得できるわ。俺が遅れたんでしょ、そうだと言ってくれ。俺に笑けてきたわ。俺のあの入院中のさ妄想は何なの。おい、無意味引いて君らで喜んでるあの妄想何。あー頼む、150連目、虹1個しか出てません。虹1個です。チンチンでタップすると出ますよ。出すぎないとね、視聴者が引いちゃうの。プリゴネさん引いてます、視聴者が今。そろそろ頼む、160連目出てくれ、出ろ、持ってこい持ってこい持ってこい、やった。こんなに嬉しいのか。よしたよしたために食べた、ために食べた虹。どんだけ食べたと思ってんだ。来い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 。あゴミだ。訴えたら勝てるんだろうな、キリコレ。お願いお願いお願い頼む。よし好きな切れる。お前ようやく働き出したら、最初から働き女。いいよいいよ、虹一個でいい、十分だ。行ってくれ、頼む頼む頼む。あんちゃん誰これ。どう、何点これ、何点これ、これ何点、貯めた甲斐あった。まあとかやめてくれ、ちょまあが一番困る。ゴミか大当たりであってくれ。こいつ流れも分かってねえのか。再ゲーム。まあが一番配信的にまずい。まあ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 、おじさんでここで文句言い出したら終わりだわ。さっきまでおじさん出なかった人間の言う言葉じゃねえからな。180連目、レッツゴー。うえー、来た。え、見たことねえ、誰お前、ルカちゃん見たことねえぞお前、サイトとかで。見たことねえ。ごまん鼻水出た。待って鼻水、待って、体液が止まらん。涙も出るし、鼻水も出るし、汗も出るし。まあまあいいわ、虹なだけええわ、虹なだけええわ。これで3つ目だべ今の虹。あ、4つか。当たり前のように持ってくんな。なんでその顔ができるんだお前は。なんで仕事したみたいな顔してんだろう。え、何もしてないよ。本当にキレそう。新しい仲間しっかりとしたやつ連れてきてほしい。あんなに待ち望んだガチャ配信、こんなしょっぱく終わることないぞ。おいおい、女、この女。まあまだ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 。いきます、ラスト。終わったっぽいわ、ガチャ配信が今。え、なした？なした？いや、神様見てるんだね。まずまず一回行こうや。聞いていきましょう。210連目。
来た持ってこくても虹が出ること増えてきたな。行ってくれ頼む。よ来た。これ来たの。これ来たの。やったー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 。いでよっしゃよし順来た順来た順来た。はぁーやったはぁーやったオッケーオッケーオッケー。まあこれでもいつでも取れるんよね。フリーフェス限定一体欲しいよな。あーよかったマジでよかった。タンク枠嬉しい。オッケーどんどん行きましょう。230連目。いやこれ来たな。これ多分流れ来てる。溜めたの来てるわ。そうでもないな。出るようになったら嬉しい嬉しい。虹があんのが嬉しい。お願いします。これさ、まあ、天井っていうのが現実的なのかを知りたい。俺はソシャゲでさ、天井っていうのが50あと50連でいけんの。ちょっと待っててね。ちょっとだけ待ってて。やべバグだな。バグかお願いします。クリスティーナだっけ。あいついけたら本当に嬉しい。ネネキャラがもらえます。つまりネネカは無料なのです。くるってきた。待って俺ソシャゲの沼にどっぷり来てね。どこまで行くこれ。足がつかん。行くよ対面しよう。行くよ。でん嫌われてんだろうな。まあでもジュンとムイミいてくれたら嬉しいけどな。俺はっきり言って欲しいのトップ2だった。俺ね本当に嬉しい。ソシャゲって素晴らしい。楽しい。出なくてもね何も思わんくなってきた。なんえあれ参ってる。今ねねかちゃんを無料でもらうために回してんだよね俺。そうでしょ。そうやね。ねねかちゃんが今から無料でもらえんだべ。そうやね。あ、よかったよかった。勘違いしてるかと思った。虹が嬉しい。あーでもまあ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 俺この石も欲しかったしな。さあラスト1回いきましょう。バチッと締めましょう。最後いきたいと思います。お願いします。最後しっかり持ってくれ。しっかり持ってきます。締めてくれ。終わり。いやもういいんだ俺はいいんだ。俺は本当大満足だ。あー楽しかった。
手術は頑張った甲斐があったら。交換しとくか、交換しとくか。ねねかちゃんいらっしゃい、マイパーティーへ。待って、ねねか、待ってね。あれ、どっちがいい、どっちがいい。ねねか一択だね。オッケーオッケーオッケー、いらっしゃい、ねねかちゃんいらっしゃい。よろしくどうぞ。あざっす。あー、この、てかソシャゲで初めて天井した、初めて天井した。よろしくどうぞ、ねねかちゃん。ちょっと待って、ね、わあ、疲れた。配信したかったよね、ずっと入院してる時。ガチャ配信できてよかったわ。はい、ちょっと配信時間1時間やったのか、それも1時間やったのか、待って。はい、配信時間短くてごめんよ。はい、クリコネガチャ配信でした。